ハンドピースによる交差感染を防止するダックユニバーサルを快適にお使いいただくための操作と注意事項をご紹介いたします。脱塩水自動供給装置ニトラデムをお使いの場合は、まず水道の元栓を開けます。次にニトラデムをスタンバイさせます。ニトラデムダイレクトコネクトの場合は、電源コードをこちらに差し込み、本体右側のコックを垂直にします。ニトラデム EA をお使いの場合は、電源コードをこちらに差し込み、本体左側のコックを一旦引き出し、右回りに止まるまで回した後、元の位置に押し込みます。直後にニトラデムフィルタークオリティランプが赤く点灯し、エラー音が鳴る場合は、夜間にニトラデム内部の水質が低下した可能性があるため、排水チューブの止水弁を開けて排水をしてください。ランプが緑に変わりエラー音が止まったら、止水弁を水平にひねり排水を止めます。ニトラデムを使用していない場合は、精製水をダックユニバーサルの給水タンクに手動で入れてください。この際、不純物の混入を避けるため、タンク給水口のフィルターの上から精製水を注いでください。フィルターより水面が出た状態まで注ぎます。ダックユニバーサルの電源をオンにします。ディスプレイにレディーと表示されたら使用可能です。最初のみ表示が出るまで15分ほどかかります。ハンドピースをリッドにセットします。セット後はハンドピースを引っ張り、確実に装着されていることを必ずご確認ください。しっかりと装着されていない場合、ハンドピースが落下し、チャンバー内の温度センサーやハンドピース自体を傷つける恐れがあります。必要に応じてハンドピースのチャック部へスプレー注油を行います。治療中にバーの隙間からチャック内部に入る汚れの除去に加え、ヘッド内部の保護のためチャック部へのスプレー注油が必要です。ハンドピースメーカーが指示する頻度で必ず行ってください。ちなみにシロナ、カボ、中西、ダブル&H 製のハンドピースは最低1週間に1回、長田製は1日に1回、吉田、森田製は滅菌ごとのチャック注油をお願いします。2秒間のスプレーにより約 2cc の注油が必要です。リッドをダックユニバーサルの奥までセットし、スタートボタンを押します。プレスセーフティリングと表示が出たらセーフティリングを押します。リッドが加工し、洗浄、注油、滅菌の工程が自動的にスタートします。全工程が終了するとリッドが上昇し、途中で止まります。クリアボタン C を押すとリッドが一番上まで上昇します。上昇し終わったらリッドを外し、水蒸気がハンドピースヘッド内に残らないようヘッドを上向きにしてホルダーへセットします。15分ほどでハンドピースが冷めたことを確認したら使用可能です。なお、滅菌直後のハンドピースとリッドの金属部は高温のため、火傷をしないよう注意してセットしてください。1日の業務終了後はダックとニトラデムをオフにしてください。まずニトラデムの電源コードを抜きます。次にダックユニバーサルの C ボタンを長押しし、電源を切ります。万が一の水漏れを防ぐため、ニトラデム使用時は直結されている水道の元栓を必ず閉めてください。最後にニトラデムのコックを閉めます。ニトラデムダイレクトコネクトの場合は、本体右側のコックを水平にします。ニトラデム EA の場合は、本体左側のコックを一旦引き出し、左回りに止まるまで回した後、元の位置に押し込みます。